野島 T リーグ3年目ラブオール、あの流れに乗れずに3球目攻撃が失敗していくと完全に相手に流れが行ってしまいますからね。そうですね。そしてラリーの中でも主導権が今麻生選手の方に握っているので、はい、木原選手としては長いラリーも苦しいので、もうここはもう気持ちを吹っ切って積極的に攻めていくかもしれないですね。第4ゲーム第2マッチ、木原美悠そして麻生玲奈の対戦。表ソフトの逆チキータなので 横下回転で非常に取りづらいんですね、はい、ラリーが続く。いや、麻生は右に左に振られてもしっかり返ってますね、はい、そうなんですよね。バックでもフォアでも、はい、台との距離が今麻生選手合っているので、なるほど、木原選手がボールを飛んでくるところなので、麻生選手は今の台との距離感というのが非常に合っているんですよね。なのでそこを狂わすためにはどうすればいいかというところで、うん、木原選手はやはりバック面表ソフトなので、少しナックル性のボールであったりスピード性のボール、ボールを浅く深くといった緩急をつけながら狂わせていきたいですけれども、ただ思うようにいかないので木原選手も苦しい展開にはなっています、はい、ラリーですとどうしても麻生ペースというここまでの流れ。これですね。あ、ここは決めてきました。木原選手のこの反応の良さですよね、はい、角度合わせてもうキハパンチですね。イメージトレーニングも今しながら次に備えています。木原今は1本以上の、そうですね、力があるかもしれないですね。返した。ただ麻生選手も素晴らしいですね、ナイスボールです。今木原結構ミドルで難しいボール、はい、これですね、返したんですけどもね。スリーオール、逆チキタ、今のもやっぱり麻生は効果的でしたか。はい、逆チキータをすることによってクロスに読んでですね、カウンタードライブできているので、しっかりと自分の思い描いたようなプレーができてますね、麻生選手、はい、4オール。第1マッチのダブルスは木下アビエル神奈川が制しています。これはオーバー、木原の得点。今もバックに長いサービスを分かっているので回り込んだんですね。そして打球点落ちたんですけれども、回転量があって浅かったので逆に良かったですね、はい、ただ次のボールをレシーブミスしたので点差が離れないんですね。うん、5オール、ほぼ互角の内容です。ラリーになった。あ、これは木原の得点。麻生選手もついていってますよね、はい、左右に揺さぶられても体勢崩れることなくプレーできています。最初はストップレシーブが多かったんですが、そこからスピードボールのラリーになりました。あ、逆チキータを狙ったんですが、これは木原の得点です。今サービスの種類変えました、はい、順回転のサービスですね。ということは今麻生が思い描いていた回転と違ったので合わなかったという、はい、そうですね、一瞬迷ったと思います。村上総監督、麻生のサーブ、これはオーバーだ。麻生がこのゲームを制すれば勝利ということになります。第2マッチ、木原の得点。やはり勝負のところでは回り込んで攻撃しますね、はい、8-6。
次の1点2点は大きな意味を持つ木原。これはオーバーだ。これ大きな1点ですね、はい、サービスも出す位置種類を工夫してますよね木原選手。その木原のサーブ、あっと、先ほど回り込みでドライブされているので長いサービス出すのかフォア前かですね。サービスエース麻生レイナ、いやこの表情木原少し焦りましたね木原選手。これで9オールミドルのボールでもしっかりと対応できているので、はい、木原選手は先に攻めているんですけれどもラリーで点数を取れていないのでやはり苦しいですね。ただここでサービス2本あるのでわからないですね。うまくストップレシーブ、やはりストップレシーブが決まると木原選手が3球目攻められないのでいいレシーブでした。さあ麻生マッチポイント、あっとここは木原が決めてきました10オール。ただ麻生選手がここサービス1本あるのでさあ、はい、もちろんデュースはありません。麻生選手チャンスですね。次の1点で決まります。麻生のサーブオーバーになりまして、これは木原が制しました。ゲームカウント2対2。森本さん、はい、いや面白い試合になってきましたね。そうですね、まあ、テンオールからバックに長いサービスを出すかフォア前か迷っていたと思うんですね、はい、ただ木原選手が先ほどからこの逆チキータ、少し横下回転の逆チキータをミドルに送ったボールが点数取れてたので、はい、今木原選手読み勝ちですね、はい、このボールは非常に取りづらいと思います。麻生選手に対してなのでファイナルゲームもフォア前のサービスに対しては逆チキータを使う可能性ありますね、はい。